分ここも2時間半、3時間後ぐらいはできるんですよ、ここも。で、今さっき見に来た時結構あそこセット入ってきてて、ちょっと潮が多いけど、全然入ってくるの。昨日の感じだったらここでできるのは一番いいな。でもここはもうまだまだです。あの裏ら辺のなかなかの距離だね。300m。え？パドル8分。8分ぐらい。8分漕ぎ続けると。ルミアさんだったらあそこ今潮上げてるからドックスタートで。あ、ちょっとドックやりたいね。最初ドックやろっか。あそこが割れ始めるんですよ。はい。おはようございます。おはよう。早い。来たな。来たな。どうですかどうですか。しましまに未練がある男。いや、アームストロングに未練がある男。多分バックウィングが今日届くっていう。まあ多分時間かけてあそこまで行ったぐらいになったら、まだ岩が見えてないんで、結構割れて。ああ、割れてる割れてる。そう。あ、あれ？あそこ？そう、あそこ。パドルがすげえ距離が、350m ぐらいあるっていうから、10分近くパドルするから、大きい板のが楽なのよ。パドル自体が。そう、進むから、ちょっと今日はこいつで行ってみます。多分今日の波質はこいつだな。割と冷たい。あら。ちょっと。難しい、癖がある場所だけど、なかなかないこのシチュエーションなんでね、かなりストークできましたよ。でもやっぱケニーがうまい、慣れてるから。あ、すごいいい場所で乗って、いい場所でこうパンプバックしてる感じで、俺なんか最初もうパンプバックこっちに来ちゃって、こっち浅いのよ。あ、そう。なんか
突っかかってました？何回か、そう、そうですよね。穴が当たってるような、ところどころ地形が、はい、あの浅いところがあって、そこをうまく避けないと危ないんだけど、地形の癖がすごいあるんですね。そう、ケニアはやっぱ全部分かってるから、もう結構やってましたね。いい感じにぐるぐる回って、さすがです、入っちゃってる、はいはい、俺のこと 見えなかったんじゃないねえ、その可能性見えてなかったね、多分ね。え、分かった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 、いや、車動いてあったから、もう入ってた、目あった、目あった、無視してっちゃうから。噂の阿部屋にどんな噂だろう、どんな噂だろう、誰だっけって、阿部さん、ちょっとあれ誰だっけっていう、誰だっけと思ったんだけど、あ、会ってたのだと思って、で、その後は帰る時に話したとして、あの、煙みたいな、い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 いな、地元、すごい地元感があって、はい、ちょっと俺乗せてもらってウィリーしちゃった。じゃあ、また近々、はい、また連絡します、はい、関東線の方で、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、失礼します。